ディートン、ソッシーのラジオ歴史っ子話、じゃか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 、思わずシェアしたくなる歴史の話。いやー、前回ね、火曜日にナポレオンすげー強かったという話をして、うん、まあ、それでね、ナポレオンもまあみんなのね団結、それは寄ってたかってね、うん、もう圧倒的な人数比とかね構成比でやられた日にはさ、もうちょっと勝てないよということで、うん、負けちゃった。はい、でナポレオン負けて、ね、フランスにいられなくなっちゃったんだよね、うん、フランスにいると、うん、まあ邪魔だということで、うん、まあ、ルケでエルバ島、はい、地中海のエルバ島に流されてしまったわけです、うん、島流し、島流し、まさに島流しですよ、エルバ島。うん、ただそのエルバ島での暮らしはもう、まああんまりねひどい扱いにすると、うん、ナポレオンもその、はい、暴れたりとか、ナポレオンのこうシンパシーを持ってる人とかもいるから、まあそれなりの、うん、そのエルバ島の中だけだったらまあもう楽しく暮らして、はい、で彼自身、うん、自分のね妻は来てくれなかったんだけれども、愛人、うん、自分の子供を産んでくれた愛人は来てくれて、うん、エルバ島に、ほうほうほう、だからまあ一緒に島流しに付き合ってくれたわけですね。そう、だから、うん、なかなか楽しい暮らしだったんじゃないかなと思うわけ。よかったじゃないですかねえ、うん、ちょっとまあ幸せな時間も過ごせたかもしれないですよ。ところが、うん、やっぱりナポレオンという男はね、まあ、野心、はい、まだまだ自分はいけると、戦えると。で、フランスをヨーロッパ倒したんだけど、ロシアのナポレオンを倒したわけじゃなくて、うん、前回話したように、ロシア一国では倒せなかったから、はい、みんなで協力して倒そうぜっていうことで、うん、ナポレオンを倒したわけだから、その後の領土配分どうするかっていうので、はい、もうじゃあ俺はこれが欲しい、俺はこれが欲しいっていうので揉めるし、でフランスはフランスで、うんうんうん、ナポレオンの代わりにじゃあどういう統治体制にするかってなった時に、うん、王様が戻ってきちゃったということで、うん、もう今更王様と、ね、うん、そもそもフランスという国、フランス革命を起こして王様いらないっていう状態になり、 でそこから成り上がっていったナポレオンという男を、今までの王様とは違った形で国を引っ張ってくれる人として押し上げたのに、なんかこうね、まあ今失われた20年30年とか日本言われてるけど、戻った30年になっちゃってるわけ。要は我々この失われた20年30年とかって言ってるけど、ウォシュレットすごく例えばね普及してるわけじゃないですか。駅のトイレとかでもさ、ウォシュレットあったりするじゃん。あ、安心ですよ ね本当にありがたい。地方とかの、うん、そういう観光施設とか行ってもさ、あ、トイレが綺麗になってるわけじゃないですか、うん、ところが30年前に戻るってことはですね、全部、うん、トイレ、うん、ウォシュレットじゃなくなるわけですよ、公共の場のトイレ。そうですね、場合によってはね、座るタイプじゃなくなっちゃってるかもしれない。和式もね、まだまだいっぱいあった時代ですよ、ね、20年前30年前っていうのは。うーん、だから今更、ね、まあ、それは一つのその生活様式の変化の部分だけれども、精神的な部分でいけば、はい、例えば LGBTQ の人たちに対する認識だったりとか、うん、それはこの20年30年間でだいぶ変わっているわけですよね。でそこから30年前に意識を戻しなさいと言われても、 そりゃちょっと待ってよとなるわけで、まさにこのフランスのこの時に起きたことっていうのは、はい、ナポレオンがいなくなった代わりに王様に戻る、だから20年ぶりとか二十数年ぶりに王様ってなって、でその王様がやろうとした政治が、そのフランス革命の、うん、考えとか思想とか人権とかそういったことにベースになるんじゃなくて、うん、王様万歳の道に戻ろうってしたらさ、いやー、不満たまるよね。たまんないですよ。僕がなんか和式に戻って不満たらたらするよりもはるかに不満ですよ。それたまったもんじゃないですか。たまったもんじゃない、うん、ということで、ナポレオンの時代が良かったっていう声がわーっと広がるわけです、うん、なるほど、いなくなった、島流しにあったナポレオンさんの時代良かったなっていう機運が高まった、カムバックナポレオンっていう風にフランス国民が思うというので、うん、ナポレオン誕生日が8月15日だったかな、うんうん、確か8月15日かなんで、はい、彼は1814年に島流しになり、翌年1815年にその当局が8月15日のナポレオン誕生日に、うん、規制をしていたにもかかわらず、はい、街中で、うん、ナポレオン万歳、はい、誕生日おめでとうっていう歓声が上がって、うん、
それをエルバ島にいたナポレオン、地中海のエルバ島にいたナポレオン、うん、そのニュースを聞くわけだよな、うん、俺求められてるわ、俺呼ばれてる、呼ばれてると、行かねばならない、パリの玉座に私は戻らなければいけないということで、我こそはということで、上陸、エルバ島を脱出してフランスに上陸、うん、でもまだ最初はフランスの王様がいるからナポレオンを謀反人として反乱者として逮捕しろ、うん、というふうに命令をするんだけど、差し向けていく軍隊がみんな忘れたのかと、うん、君たちの皇帝ナポレオンが帰ってきたぞ、でもともと軍隊にいた人たちってナポレオンと一緒にね戦って命をこうやって、うんね、ナポレオンのおかげで勝てた、戦えた、ナポレオンのあの栄光をもう一回俺交わりたい、ナポレオンっていう風にして、うんうん、みんな討伐軍を差し向けてるのに全員寝返るっていうような、まあ、そんな状況にいやなり、ついに機運高まってますね。フランスに帰ってきた王様は逃げか亡命してロンドンに行ったのかな、うん、まあ、どっか、国外に逃亡し、うん、ナポレオンがパリに入城そして再び私は皇帝になると宣言をして、なるほど、したんだけれども、周辺諸国からしたらさ、はい、追い出したはずのナポレオンがまた戻ってきやがる、はい、ふざけるな、おい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 ってなりますよ、だって結局負けちゃうのよ、うん、だって構造は変わってなくて、なんでナポレオンが負けたんですかって言ったら、うん、新卒と一緒に営業活動をやる、その規模の限界に向き合ってこなきゃいけなかった、はい、その規模の限界が結局ヨーロッパ全体を敵に回したら勝てないっていう、うん、勝てなかったっていう構図だったわけ、たとえどんなにその画像は、うん、どんなに損害があっても、うん、どんなに劣勢であっても、はい、1対1なら負けない、はい、あるいは2対1とかでも負けない、うん、そういう強さを持っているけど、うん、圧倒的多数に囲まれてしまったら勝てないっていうのがナポレオン、うんうん、ね、なんで前回負けたんですかって言ったらそれが原因だったじゃん、そうですね、みんなに求められてるかどうかって関係なかったのね、うん、ナポレオンが、みんながナポレオンを求めてる、フランス国民はナポレオンを求めてるって、だからそれを支持を失ったからナポレオン負けたわけじゃなくて、じゃない、戦争に負けたからだよな、で、なんで戦争に負けたかって言ったら、今言った通り自分のもう個人技では限界に来ちゃった、それに対して組織の力に負けたと、まあ、すごい単純に言うとね、ってことは、その個人の俺の頑張りでどうにかなるとか、みんなのモチベーションを上げればどうにかなるっていう問題じゃないわけ構造的にさ、違いますね、で、どう見ても負けた原因ってみんなに囲まれて負けたからなんだから、そこを分断する手はずがないまんま帰ってきたナポレオンがバカだと、うん、みんなに求められてるからとか、うん、じゃなくて、うん、どういうふうに分断していくのかと、でナポレオン、僕が帰ったらナポレオンが帰ったらみんなまたナポレオンを倒せっていうことで一致団結しちゃうじゃん、敵は、そうですよね、でそんなのはもう分からさまに分かってるんだから、うん、どういうふうにじゃあ自分がそこにみんなのね釘を刺してみんながバラバラになって、いやこれだったらナポレオンにこうついた方がいいや、今世界はさ、プーチンをある種プーチンロシアをめぐって分かれちゃってるわけじゃん、そうね、うん、でもところがそれがこう分かれちゃってるから今困っちゃってるんだけど、みんなが一致団結してたらさ、ロシアのプーチン大統領もどういう行動に出たか分かんない、はい、今中国とか、うん、まあ、あの先進長国以外、先進諸国以外はちょっと冷ややかな目でこう経済制裁とかも見てるじゃない、はいね、穀物価格も高くなって、ね、うん、そんなこと言われてもあのロシアとの付き合いやめれねえよっていう人たちが多いわけ、うん、多い 国がね世界の中であるわけ、うん、だからそこの構造を変えない限り経済制裁をいくら踏み込んでもあんまり意味がないと俺は思ってるわけ、うんうんうん、ちょっと現代の話になっちゃったけど、それと同じようにナポレオンもここでどういうふうに自分が負けた状態構造を転換するのかっていうことをしっかりと、お前そんなね1年ぐらいのごときじゃなくてもっとちゃんと考えてから復帰すればまだ目はあったかもしれない、ところがもうめっちゃ感情で復帰した感じが漂ってますよね、俺は求められているみたいなね、うん、やっぱりみんな俺のことを求めてたんだ、じゃあ行くよ、そうで多分やっぱり負けたことを受け入れられなかったのかもしれないね、だってずっと勝ってて何かがおかしい、何そう構造のせいじゃないと、うん、誰かのせいだじゃないけど、うん、自分のせいじゃない、誰かが裏切ったからだとか、うん、なんかそういう、うん、感覚とかもあったのかもしれないから、早急に自分が取り戻らなければいけないって焦りもあったのかもしれない、うん、もう感情的直感的にもう行動が先に出た、
なんかそんな印象なんですかね。でまた再びナポレオンを倒せっていうことで、みんなが今度はワーテルローの戦いっていうところで、今度はね、うん、雨が降ってたの。あら、え、でロシアの時は雪寒さでしたけど、雪とか寒さ、今回は雨、うん、そして道がぬかるんでしまった。ナポレオンの強さの秘訣の一つに、機動力とその大砲をもう縦横無尽に動かして、うん、その大砲を使って勝つっていうのがナポレオンの強さの秘訣だったんだけど、うん、道がぬかるんじゃってるから機動力も、うん、こう進出希望せに動けない、ね、うん、で、大体さ、どんなスポーツとかでもそうだけど、人数が少ない時ってスピードでかき回したりとかするじゃん。そうですね、うん、こうね、こうどっしり構えるわけにはいかずに、スピードでこう振り切ろうとか、うん、こう敵をね、うん、混乱させようとか、大軍に対して、うん、まあ、大きい敵に対してさ、ちっちゃい、うん、そのアニメとかでもあったりするけど、ちっちゃい子は俊敏に動いてババ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 ってこう連打して勝つ。こうしなきゃいけないのに、ぬかるんだ道のせいでそれができなくなっちゃったので、ナポレオンの辞書には雪だけじゃなくて雨とか、はい、ぬかるみとかもないんじゃないかっていう風な皮肉を言われたりするわけです。なるほど。またここで天候に左右されちゃったわけですね。なのでさっき言った構造自体も変わってないし、天候にも恵まれなかった結果、ナポレオンの復帰は100日で終わってしまったということで、もう100日転換、うん、でナポレオンは今度はフランスから、イギリスに亡命しようとしたら、イギリスがいいですよと受け入れますと、うん、はい、ただし、うん、はい、ただし大西洋赤道付近のセントヘレナ島というところに、ナポレオン皇帝陛下の隠居所をご用意しましたので、そちらの方にどうぞ行ってくださいということで、遠く遠く離れたセントヘレナ島に流され、ここにはさすがに遠すぎて愛人も行けなかった、愛人行こうとしたのかな行こうとしたんだけど行けずじまいで終わり。なのでそこでナポレオン1821年、島流しになって6年の短い期間、彼は最後そこで寂しく死んでしまったと。で彼の遺言の一つに、私はあんなにも愛したフランス国民たちの近くで眠りたいという遺言があり、うん、その後、ずっと王政復古とかの激動の中、うん、ナポレオン人気っていうのはなかなかフランス国内で収まらなかったことから、はい、19世紀の半ばぐらいかな、ナポレオンの遺骸はセントヘレナ島からパリのアンバリットっていうところに、うん、今安置されているということで、なるほど、ナポレオンの遺言はね最後かなったということだけど、はい、没落という道、このなんかやっぱり一気にね、成り上がっていったところから、まあ、成り上がりの部分についてはね今回、今週触れはしませんでしたけども、過去何度も、ナポレオンは取り上げているので、過去エピソードを聞いていただいたりとかしながら、ナポレオンについてね、いろいろと皆さん興味を持つことも多かったと思うんですが、滅亡とか終焉とかね、彼のちょっと、限界のところについて注目して喋ってみました。確かに限界感じましたね、うん、なんか彼がどういう立ち回りだったらまた違ったシナリオだったのかな、ちょっと考えるきっかけに今回なりましたね。天候っていうのもそこにどう立ち向かうかっていう組織の構造、これをナポレオンが考えられてたら、雪はダメだったけど雨はなんとかなった可能性もどうなのかな、あるかもしれないですね。まあいろいろとね、だから本当に人のね話を前回、寒がりだなみたいな話になっちゃったりとかっていうのとか、まあ、そういうことをどう乗り越えていくのかということ、やっぱり僕らは自分の成功体験にとらわれてしまう、でそこからどういうふうに脱却していくのかっていうこと、これが大切なんだなっていう、そんなねナポレオンが天才だっていうことは多分間違いないと。ただ、天才でも成功体験にとらわれると失敗してしまう。なので、我々のようなね、ソッシーのようなボンボン人と僕のような大凡人この凡人2人が生きていく上ではやっぱりちゃんとこう丁寧に物事を考えていく、成功体験にとらわれないチャレンジをどういうふうに変えていくのか、チャレンジをむやみやたらにチャレンジするんじゃなくて、ちゃんとやっぱり人間分析とかね、ある程度やっぱ資本さんというか、そういったものを立ててからじゃないと、はい、見通しを立ててからじゃないと、エルバ島からね、パリキングセントヘレナ行きになっちゃうから、めっちゃ遠い。いやもう最後にね、セントヘレナ島まで飛ん
飛ばされちゃってもう飛んでセントヘン、これ以上のなんかキャッチーだけどなんか嬉しくない感じが、本当嬉しくない ね、うん、ナポレオンの最後の悲痛というか限界というかね、悲しさもまあ最後ここ何深く感じることなかった、うん、いやすごい心に残りました、うん、はい、ということでね、皆さん今週もラジオ歴史小話ナポレオンでしたけれども、まあ来週もね何かまたいろんな話をしていきたいなと思いますので、今週もお付き合いいただきありがとうございます。お相手は私リートンとソッシーでございました。バイバ バイバイ。こんにちは、ソッシーです。皆さん日々のニュースって理解できていますか？政治や経済、国際関係に社会問題、さらに用語の意味や背景まで踏み込んでいくと、そりゃあ簡単に理解できないですよね。そんな自信がないなっていう方に、ラジ歴による新聞解説ながら劇ってポッドキャスト番組があるんです。これはリートンがその日の新聞から主要話題をピックアップ、歴史背景やニュースの視点をラジ歴風に毎朝喋っています。新聞を読みたいけどなかなか時間がないな、詳しい解説が欲しいなっていう方は、ぜひ各種ポッドキャストプラットフォームや Spotify などでラジレキ新聞解説で検索してチェックしてみてくださいね。